2023は新型トライトンのね登場ということで、マクロでずっとテストして、団結力、三菱チームのね強さかな。การเป็นแชมป์มันยากแล้วการรักษาแชมป์มันยากกว่าボディの補強、サスペンションの改良、三菱にとっての一つの武器。今年の参加するあの新型トライトンはね、素晴らしい車。ไฟที่ระอุอยู่สำหรับผมรถคันนี้มันก็ต้องเป็นฮอตวอลเคโน ドライトンの素晴らしさを広めていきたいなと。初日から大荒れ、まあ、ただチャイボン選手ね、まだいいとこつけてるんで、しっかりね、車整備してね。まずは前半乗り切らないといけないんで。チャイポンはね、結構トップ争いのタイムでね走ってると思う。田口君は残念ながらミスコースでちょっと遅れた部分あるんですけど、これからね徐々にポジション上がっていくんじゃないかな。初日にねリファット選手、まあ、残念ながらね8時間ペナルティ、当然、まあ、トップ争いで、ね、絡むことはできない。チャイポン選手は、まあ、あの依然好調で非常にこう安定してますね、まあ、今後3日間すごい楽しみです。水もあったり穴が大きくて深い、なおかつハイスピードと、ここ近年でね一番厳しいコースだった。あと2日最後までね諦めずに。今日もハイスピードのねかなりこう悪路が続く路面で、車にもねストレスは入ったと思うんですけども、我々のね、トライトンは3台ねちゃんと走ってるんで、最終日を残すだけになりましたけどね、車のね信頼性、耐久性、まあ、十分確認できましたね。
想像以上に今年はね、タフな、厳しい戦いだったと思いますね。総合3位ということでちょっと悔しさはありますけれども、まあ、今回はね本当にチームメンバー短期間で、ラリーの準備をして車作りをして、いや本当にねみんなにはもう感謝してますね。イエーイ。ほっとしているところと、まあ、納得していないところと、もうちょっと厳しいラリーを想定した上で開発していかなければいけない。水たまりの深さというだいぶ深くて距離も長くて路面の起伏も激しいので、車にとってもドライバー、コドライバーにとってもハードなコースの中で無事3台完走っていうのはドライバー、コドライバーとメカニックに感謝したい。ただ3位というのは私たちの目指すところではありません。現地でしかわからないことっていうのもありますので、帰ってすぐまた共有してプラスアルファでシャシーへの入力というのがだいぶ厳しいというのがありますので、今回ラリーの環境ということでその内容を全部盛り込むわけではないんですけれども、ちゃんと量産の方と共有しながら、まあ、市販車の方への、フィードバックというのにも使っていきたいと思ってます。今回もですね、多くの方々のご支援、ご声援、まあ、そしてね、我々チームのスポンサーをしていただいた協賛会社の方々、たくさんのね、ご縁、本当にありがとうございました。まあ、結果3位でしたけれども、また我々大きな次の目標ができました。まあ、たくさんのデータも取れてますんでね、また頑張ってまいりますんで、またぜひ皆様のご声援、よろしくお願いします。ありがとうございました。Drive your ambition. Mitsubishi Motors.